仲間だ。出てこい。ぜ、ちんえい。あたりがちんえいよ。ぶっ倒す。ジェリア。ここだ。ハートを燃え尽きるほどヒート、ここだ吸血ゾンビ、壁を伝われ波紋、先導波紋オーバードライブ、早く来い、ブルーベを吸ってやるぜ。なあ、テベリのおっさんよ、俺にもよ、その波紋フォートやらは可能か？やってみたいんだ、教えてくれよ。無理だよ。なんで？おい、てめえ、なんでだよ、なんで俺にはできねえんだ、これやろ、ズバッと言ってみろ。ジョジョはこうしてる今も、わしの教えた呼吸法を連続してやっておる。特別な呼吸を意識せず、昼も夜も、起きている時も眠っている時も続けるというのは大変なことなの。万人に一人の適性、そしてジョジョは悲しすぎる過去と重すぎる未来への責任を背負っているからできるのだ。ものすごい精神力なのだよ、これは。わしも5000年の歴史を持つチベットの達人のもとで何十年と修行して、やっとこの程度だから。スピードワゴン君、君には背負っているものがいまいち軽いというのが自分自身よく分かっているよ。そうかもしれねえ。でも俺もあんたらの力になりてえんだよ。この俺に黙って見てるだけにしろってのか、セベリンの旦那よ、てめえ。この町のどこかにディオのやつがいると思うと、野郎だけは許せん。俺は物を盗むが、あいつは命を盗む。ま、一時的になら君の肺を動かす横隔膜の筋肉を刺激して、軽い波紋なら作れるようにしてやるから。本当か、やってくれ。はじめは少し苦しむが、いいかな。いいぜ、ズバッとやってくれ。思いっきしな、どんとこい。行くぞ。おう、ゼペリさん、どうかしましたか？いや、その、ちょいとミスった。指が滑っちゃった。いや、ごめん。すまない、スピードワゴン君。どうも、